こんにちは中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルではインベンター 3D CAD の使い方や機械設計についてお話ししています。今日はベアリングの固定方法について解説していきます。今日お話しする内容は次の3つです。1つ目、軸とベアリングのはめ合い交差。2つ目、ベアリング固定の方法と考え方。3つ目、3つの代表的な固定方法。 では今日もインベンター 3D キャドのアニメーションを用いて解説していきたいと思います。はい。それでは今日はこのような題材を用意してみました。シャフトがベアリング2個で支えられてて、右側が入力側、左側が出力側とします。左側はプーリーとか歯車がついて動力を伝達すると。そのような軸受け構造ですね。ちょっと回してみたいと思います。はい。このようにベアリング2個で支えられていて、 ベアリングがしっかりとハウジングとシャフトに固定されていることによって安定した回転が得られると。そういった構造ですね。それでベアリングの固定方法というのはいろいろなパターンがあってですね。まず考えないといけないのはどんな力がこの軸受けに作用するのか、で、どの方向にかかるのか、そしてどんな使い方をするのかということですね。この3つを考える必要があります。 ではちょっとベアリングが見えるようにしてみたいと思います。はい。今、シャフトにベアリングが2つついていて、このハウジングに左側から挿入されていて、オレンジ色のベアリング押さえで抜けてこないように押えていると。そういう構造ですね。 で、軸受けを設計するときに配慮しないといけないのは、まず組み立て分解ができる構造にするということですね。ベアリングは当然ですけども、永遠と使えるわけではなくて寿命がありますので、寿命が来たときに簡単に交換できるようにしないといけません。で、このオレンジ色のベアリング押さえを外すと、はい、このようにシャフトを抜けばベアリング全体が抜けるようになります。はい、シャフトを左側へ引っ張っていくと、 このように分解してメンテナンスができると。そういう構造ですね。で、このベアリングの内径側とシャフトの間合部ですね。ここは通常、締まり場面にするのが一番オーソドックスな固定方法です。ある程度の締め城を持ってや、軽圧入することで簡単にシャフトから抜けないという構造にするのが一般的です。で、例えばこのシャフトとベアリングの内径側をスキー場場にしたとき、どうなるかというと、 メリットとしては分解がしやすいということですね隙間があるので分解が容易だということです逆にデメリットは何かというと回転させた時にベアリングの内輪側内径側とシャフトが滑ってしまう可能性があるんですね ですから、例えば、この軸受けの使い方が、手のハンドルで回して何かを昇降するとか、その程度の使い方であれば、隙間まめで問題ないと思います。逆に大きなトルクがかかって、高速で回るような軸受けに隙間まめは良くないと思いますね。滑ってしまいますので、締めしろを持って軽圧入する方がいいです。 はい。それでは、シャフトとベアリング内輪の固定方法2つ目を紹介したいと思います。2つ目は、ベアリングナットというものを使う方法ですね。ベアリングナットを使用すると、非常に強固に固定することができます。しかも、ナットが緩むことが絶対にありません。先ほどのように、軸とベアリングを軽圧入しておいて、さらにベアリングナットで軸方向から固定することで、完全に固定することができます。 はい今この赤いものこれは何かと言ったら菊ザガネと言いますベアリングナット用のキクザガネですこれとベアリングナットを使うことでナットが緩まなくなってベアリングの内径側をしっかり固定することができますはいこのようにシャフトから軸方向に動かしてネジのところの一部に溝が切ってあるんですねそこにキクザガネの リップですねそれがはまってくるような構造になっています菊座金はこの内径側のところに出っ張った部分があるんですねこれがシャフトの溝にはまっていくとそういう構造になっていますはい菊座金単体で見るとこのような感じですね外径側に菊のようにギザギザと出ていて内径側にこのように一部飛び出しているところがあるんですねここをシャフトの溝に入れ込んで固定するとそういうような構造になっています はい。菊座金を入れたら、次はこの青色のベアリングナットをねじ込んで固定すると。これでしっかりとベアリングの内輪側が固定されました。でですね、これ絶対緩まないようにするために、この菊座金の外周側のリップですね、これを折り曲げるんですね。で、この ベアリングナットの溝に入れ込んで固定するとそうすることで菊ザガネは軸の溝に内径側がはまっていてベアリングナットは菊ザガネの外周側とはまっているという状態になるのでベアリングナットは緩まないとそういう構造を実現できるのがこのベアリングナットですはいそれでは軸単体の加工を見ていきたいと思いますけども。 このベアリングがはまるところ、看合部に途中までネジが切ってあります。で、ベアリングがはめ合うところ、この肩の部分ですね。そこまで菊座金用の有溝をエンドミルで加工していると。そういう構造ですね。それでは3つ目の固定方法を紹介していきます。 三つ目は C 型止め輪ですね。通称スナップリングという機械要素で止めます。シャフトに溝を切っておいて、この赤い止め輪ですね。軸用の止め輪を工具で開いて、はめ込んでパチンと溝に入れると。そういう止め方ですね。 で、このデメリットはですね、やはり軸方向に、ベアリングと止め輪の間に隙間があるので、ベアリングが動いてしまう可能性があるということですね。ということは、スラスト方向に荷重がかかるような使い方をする軸受けには不向きです。で、止め輪は、先断で破断することはあまりないですけども、どちらかというと、先断力が怖いのではなくて、外れるのが怖いですね。ですから、スラスト方向に、 軸に力がかかる場合は、この止め輪の固定方法はやめた方がいいと思います。ハンドルでこの軸を回して使うような使い方であれば、スラスト方向には力がかかりにくいと思いますので、そういう場合は加工も安いので、止め輪の加工を採用するのはいいと思います。はい、こちらがシャフト単体の加工の図ですね。これ見ていただくとわかりますけども、先ほどのベアリングナットと違って、非常に加工が簡単ですね。溝を切るだけなので、 コストが非常に安く済みます。ベアリングナットの場合は、ネジを切らないといけませんし、エンドミルで夕溝も切らないといけないですね。ですので、軸をどう使うかによって、軽圧入荷、止め輪だけなのか、ベアリングナットを使うのかというのを選定すればいいと思います。 はいそれでは今日はベアリングの固定方法3つをお伝えしました軽圧乳ベアリングナット止め輪この3つの方法を状況によって使い分けしていただけたらいいと思いますそれでは今日の動画は以上となります今日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう